いやあ、刹那圭介だよ。今回は瞳の中のアビスっていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームはちょっとノベルゲームなんですけど、ビジュアルがなかなか恐ろしい系のゲームだということを聞きました。やっていきます。あ、もう始まるんや。てかこの吹雪の音は全然途絶えんのやな、消えんのやな。 PM10 時30分、つまり夜の10時30分、道半ばにして想定外の猛吹雪。もはやここまでと観念した矢先、僕らは避難小屋を発見した。確かこの読み寄る途中にちょっと十字で動まだ動かせんのかな、動かせるってはあったんやけど、十字だったよね確か。命拾いをした。天はまだ僕らを見放してはいないらしい。おう、火をくべると狭い部屋にみるみる正気かな、正気が宿る。生きてるっていうか実感するんだね、生き返るようだ。これは主人公が男で連れに女の人がおっての感じかな。事実生き返ったようなものなのだ。沈黙を続けていたフローラが口を開く。外国人だった。今どのあたりと聞く彼女に、もうすぐ目的地だよと答えておいた。地図によればあと少しで目的地に着きそうな場所だった。どこに目指したのかな、こんな吹雪の中。しかしこんな悪天候も想定できなかったとは。余裕はなかったのだこの僕に。フローラの病はすでにだいぶ進行している。この病は治らないと医者は続けた。彼女は戸惑いながらも現状を受け入れた。なんかの病気なんだよこれ。病気なのになんでこんなところにおるかっつんが話のところか。でも僕はとても受け入れることなどできなかった。あがきにあがいた。手段を選ばず敵を作り続けながら僕はあらゆる方法を試した。フローラを助けるためには何でもしますからみたいな感じだと。犯罪とか犯したんちゃうやろうな。そんな感じでフローラ助けてもフローラ喜ばへんで。そんな僕が最後の手段として頼ったのが、この辺境に住むという魔女の存在。一応手段、最後の手段としては一応用いるんだ。もう手段の一つとして魔女採用してしまったんやな。ダメだと思うなそれ。魔女だぞ魔女。おるかもしれん、わからんぞ。もうそこまで必死なんやな。手を尽くしきり絶望していた僕にフローラが知識を絞って見出した希望だった。フローラの方が希望したんかそれ。いけるんフローラ、大丈夫か君は。この山を越えた先の樹海にそれはいるらしい。樹海かよ、樹海におるんか魔女。そんなもう行くこと自体が命がけでないか。あらゆる魔法を使いこなす魔女がどんなことも可能にしてしまうという魔女にフローラの病を治してもらう。そんな最後を手段を頼り僕らはこんな辺境へと足を踏み入れたのだ。この途中にこの建物があったみたいな。くつろいでる、綺麗にくつろいでるよ。緊張と疲労が混ざり合い眠ったり目覚めたりを繰り返す。フローラも似たような感じだ。彼女と緊張と疲労は僕の日ではないだろうが負担がかかっとんやな体に。小屋は見る限り痛みがなく、おかげでとても暖かい。どうかここで少しでも体力を取り戻してもらいたい。フローラの病気は肉体的には特に問題はない。想定外のこの雪山遭難だったが、この病が彼女の体力に致命的に働くことはなく、おかげでこうして無事生きている。ただ彼女の職業的にはこの病は致命傷だ。どんな病かも知らんし、彼女の職業がわからん状態にそんなこと言われても僕にもわかりませんけどね。フローラは作家だ。そして彼女の病は記憶を奪う。あ、死ぬとかそういうんじゃないんやな。死ぬわけではないんじゃ。記憶を失う、奪うっていうのはもうこれまで生きてきたことを抹消するようなもんやけ、殺しちゃうようなもんやけどな。発作が起きるたびに彼女は大きく記憶を損なう。日常生活における楽しい思い出から執筆中の作品にまつわる重要な記憶まで、
それはもう致命傷やわ。作家としては死んだも同然じゃわ。彼女の頭からそれらが無慈悲に次々と消えていく。このような病を患い、果たして彼女がどれほどの絶望に震えたか想像もつかない。この病はまさに彼女の生命を脅かすものだった。そういう意味だったんじゃ、生命って。やけにピンピンしとんなと思ったらそういうことだった。そりゃそうかもしれんけど、魔女に頼るんか。魔女に助けてもらった作家とは聞いたことありませんよ。まだ助けてもらったわけじゃないんやけど。医者はサジを投げた。フローラは覚悟を決めた。僕は力が及ばなかった。でも諦められない、諦めきれない。だから僕はこの最後の手段にすがる。実際のところ、彼女なんてものが本当にいるとは思っていない。小説家の、小説家が彼女におるとはいえ、それでも現実的なものを見るしかないんやな。非現実的なところは見たくないんや。彼女に病を治してもらえるなどありえない。あ、魔女、彼女って言うときには魔女やね。これは僕の心を満足させるため、フローラの気遣いに応え満足させてやるため、そんなことのために僕らはこんな辺境まで足を運び、伝説の魔女を目指しているのだ。なんじゃこりゃ。予想外だ。命はかかってないんじゃ。命に次に大事な記憶というものにかかったんじゃないこれ。 PM11時30分、フローラに肩を揺さぶられ目が覚めた。どうした？いや、彼女が言うするまでもなく、僕は目が覚めかけていた。僕も確かにそれを聞いたから。物音が聞こえた。え？物音？隣の部屋！僕らはここにたどり着いた。早々に力尽きていたので、まだこの横屋の中をろくに確認していない。ここにはもう一つの部屋へと続く扉があった。そういうの先に確認しようぜ。余裕がなかったのはわかるよ。わかったけど、この建物の持ち主がまだこの家の中におるかもしれんで。おじいさん、ここで住ませてもらえませんかとか、そういう断り入れてたからさ。そういうのやろうぜ。小説家だろ。小説家だったら大体誰かおるみたいな展開あるだろ。あとは、その扉の向こうから。誰かおるだけだろ。問題ないな、これ。あ、こうやって主人公らが、登場人物が見てないところを俺が見えるんだよ、先に。あ、下の部屋だけじゃ、次の部屋だけしか見えんけど、何もないよ。ただ床がちょっとボロボロなんか修復した跡みたいなのが見えるけどね、これ。僕は扉の前に立つ。で、入るんかな。ノブに手をかけてみるが、扉は開けられなかった。鍵閉まっとんじゃ。物音も途絶えていた。鍵かけて中に誰もおらん状態ってことよな。鍵かかっとったってことは。扉に耳を当て様子を伺ったが、何の気配も感じられなかった。誰、何もないの？とフローラが気にかける。何もいなかった。鍵には何もいないね。鍵には、扉には鍵がついていないものの、向こう側に何かが突っかえているらしく、僕の力では開くことができなかった。真っ暗で何も見えないね、扉。あ、待てよ、これか。扉の場所これやけん。瓶が置いてある。 おもむろにこっち来ちゃダメみたいなバリケード作ってやがる。 なんだこの家の人。何も、誰もいるはずもなかった。しかし僕らが聞いたあの音はまるで人間の足音のようだった。怖いなぁ。ゆっくりと床を引き締ませ、近づく人間の足音。扉の向こう側まで近づき、そして消えた。近くまで来とんでないが。何もいないよ。フローラを怖がらせないように穏やかに結果を伝える。しかし彼女は、そうと落ち着いた返事。特に怖がってはいなかったようだ。さすが小説家、想像力で長けている。ホラーの想像も容易ということは慣れている。むしろこの辺境において彼女の目は光を帯びてきた気がする。好奇心満載か、このフローラって。
この体験は作品のいい糧になる。そうとでも考えているのだろうか。真面目やポジティブやな。自分がもう致命的な病気を患っとるのにポジティブだな。フローラってこうもう長生きするわ。命的には長生きするわ。だから生きて。記憶なくなっても生きて。あ、時間が経った。何してんの？フローラ何してんのそれ。なんかギター弾いてるみたいな動作やってる。AM、0時。日付が変わって、フローラが手帳に何かを書いていた。手帳を渡した。見せてもらう。あ、日記かな。フローラ記憶なくした分、その記憶がなくなった時のことを思い出すために手帳に今日のことを書いたみたいな感じか。あ、一週間フレンズや、これ。一週間フレンズみたいな感じになっとるんや。この現状を記憶しても、でもしてるのかと思いきや、その内容は意外なものだった。ん？一週間フレンズやないんや。一週間フレンズのパターンやらんのじゃん。禁断の魔女。昔々、ある山奥に、それは、恐ろしい人食い魔女が住み着いていました。山のふもとの村では毎年のように神隠しが相次ぎ、村人たちは不安におののいていました。おい、フローラ、ポジティブなのは別にいいけどさ、これはさ、ポジティブ通り過ぎとう気がするんやけど、どっちかっつったらあれやな、もう、もうちょい不安がれって思うわ、逆に。何不安がるどころか今の状況を小説にしとんだな、お前。この小説を世に出して丸儲けするわ、みたいな。もう助かった後のことまで考えてやがるぜ。どんだけポジティブなフローラ。そしてある年、ついに村長の一人娘までが消えてしまったのでした。村長はお触れを出しました。娘を生きたまま無事に連れて帰った者には娘との結婚を認めてやると。村上の若い男が武器を手に手にって何だこの表現。一斉に山奥へと向かいました。村中の男がうおーって言うて叫び始めたんやな。あー、これは美人の魔力ってねえよな。しかし娘の幸せを案じる村長は逆に不安になってきました。そりゃそうやろ、こんな。そんなよく丸出しの男がこの村にたくさんおったんやって思ったらそりゃ不安になるわ。このままではよくわからぬ男どもに娘の将来を捧げることになってしまうと。そうやな、俺が村長でもそう思うわ。村長は一人こっそりと魔女の住処の様子を調べに行きました。動機が不純やなこれ。そんな。まあ助けなあかんもんな、娘に。こんな男どもにこんな自分の娘をやるわけにはいかんからな。ようやくたどり着いた魔女の館、そこは血の海でした。ん？数えきれないほどの若者が首を落とし腹を割り、いろいろぶちめわきながらうごめいていました。魔女がいました。その展開から魔女がいましたってさらっと言えるもんじゃないぞ。そしてさらわれた娘がいました。娘は魔女の後ろで散らかされたものを片付けていました。最後まで生き残っていた若者がバラバラにされ、それを救い取ろうとした時、村長が叫びました。娘よ、お前は魔女と契りを交わしたのかと。娘は村長を見つめ、健やかに微笑みました。魔女が村長を見つめ、村長の首が落ちました。娘は父の首を拾います。そしてつぶやきました。人は生きるための行いの中で本当の自分を見つけるのよと。本当のお前って何なんや。わ、一番グロいんは村長でもなく村の男たちでもなく娘だったんやな。まさかここで彼女の新作を拝むことになるとは思わなかった。フローラどんな思考しとんな。だいぶグロい思考しとんぞこいつ。小説家としては確かに100点やけどさ、これ人間として100点なんか。これは人間として点数取っていいんかこれ。人間のとしてはちょっと0点な気がするぞこの考え方。エゴイストだ。小説家ってみんなそうなのかな。だとしたら俺の間違いやけどさ。ちなみに今の部屋の中は問題ありません。進めます。フローラは満足そうに微笑む。なんかその微笑みがすごい怖く見えるんですけど。フローラは作家。
作家たる彼女が我であることを享受している、享受でいいかな、享受しているかのような迫力に満ちた、なんとも生々しい作品だ。まあ確かにこういう作品好きよ俺は。こういうグロい展開のは結構好きよ俺。これから魔女にお願いしに行く身なのに、こんな話を書いてて大丈夫なのかい？大丈夫だ、問題ないって言わんよな。そう意地悪く言ってみなく、言ってみた。彼女はこう答えた。魔女は長い時を生きているわ。あまりに長く生きすぎて頭が弱ってきているの。バカにしてんのかお前。魔女さんをバカにしてんのかお前。彼女はどのようなものなのか、自分が一体どういった存在だったのか、そろそろわからなくなっていることだと思うわ。このいかにもな魔女像を見せることで、彼女、魔女が自分の姿を捉え直してくれたなら、きっと彼女は安心して喜んでくれるはずよ。それはあれかね、魔女に自分らしく、自分らしくグロい自分になりなさいって言うんかお前は。フローラどの立場から物言うんなお前。お前なんなん。どこ目線なんお前は。どこ目線の話しようんやお前は。とか言いながら、ちょっとフローラの方が、魔女よりもフローラの方がグロいんじゃないかって思いながら、このパートをお会いにさせていただきます。ちなみにこのゲームってオートセーブなんで、まあ楽ですね。ということで今回はこの辺で、あ、ちょっと最後だけちょっと確認しておこう。あ、そうだ、ご視聴ありがとうございました。シーワゲっていつも言おうけど、そのシーワゲの芸のあたりでちょっと下見てみよう。オッケー、視聴者さん。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。おらんかった。よかった。誰もおらんな。やっとで変わった。